こんにちは、速稼塾の久保です。労働環境の悪いとお感じで、そのままその会社にお勤めの方にちょっとね、私なりのねアンチテーゼをお伝えしたいと思います。これは私がそう考えているというよりも、まだ葛藤の段階にいるんで、どうすればいいのかなってところですね。まあ単なるアンチテーゼですよ、私が思っていることなんですよね。まあこの動画は残業代200万、労働監督署のよしあしというタイトルで動画をアップロードしてくださった転職大魔王さんの動画を見て、その動画とはちょっと関係ないかもしれませんけども、あ、そういえばそうだったなっていうふうに私がね、自分の仕事を振り返って考えていることです。私がね、新入社員として働いた23歳の頃なんですけども、その会社はそうですね、残業時間といえるものがだいたい平均で200時間前後毎月ありました。でも特に私は不満がありませんでした。ただ会社からは、これから上場控えた時にこの残業時間は危ないので、まあなんとかね、残業時間を100時間程度に抑えてくれというね、そういうふうな指示を聞いたことがあります。これがどういう意味を持ってるか分かりますかね。当時ね、大手、食品会社の社員が残業時間68時間月間でですよ、これを苦に、自殺をしたという、そういうふうなニュースが新聞に流れたんですよ。で、私たちそこの会社のね、私もそうですけど、社員としてはその会社の記事を見て、じゃあ100時間以上毎月残業してる俺たちは何なんだろうなと、うん、特に死にたい気持ちにはならないけど、まあ負担の感じ方はそれぞれなんですよ。で、私はその時思ったんですけども、この会社は一つのミッション、上場を目指して今動いてるから、だからそこに対してね、自分事としてどれだけでも労働力とか、それから価値提供っていうものを協力してやっていこうって考えてる方は、別に残業時間は苦にならないんだろうなと思ったんですよ。目的のためにやっぱりね、徹夜するのも一つの思い出なんですよね。でもそれに付き合わされる人はたまんないと思うんですよ。だからそういう方は職業選択の自由があるんで、そういうふうな上場を目指す企業の上場を止めて、まともな労働環境に戻していく運動をするか、それともその会社を離れて上場を目指さずにね、本当に平穏無事に暮らそうとしている、1日8時間の労働時間を守っている会社に転職する自由はあるんではないかなと思うんですよ。で、やっぱりね、上場を目指すような会社ですから、それなりに厳しい試験で、来たと思うんですよね。だからその厳しい試験でせっかく選抜されたその会社から離れたくないという気持ちは分かりますけども、入社した結果思っても見ないようなところだったと思えば、やっぱり変わることができると思うんですよね。だから変わる自由があるんで、それはどんどん変わるべきだと思うんですよ。よくね、30歳までに転職しないとあとはきついって言いますけども、これも嘘ですね。本人の能力があれば、30だろうが40だろうが、いや60だろうが70だろうが、取締役とかね、執行委員とかに迎えられるわけですから。だから自分の能力が市場に見合ってなければ、何歳だろうといりませんって言われる、こういう現実もあるんじゃないかなと思うんですよ。これは私がね、そういうふうに思いたいというよりも、そういう現実があるということを今お話しただけなんで、私がひどい人間だと思わないでくださいね。ただ実際私も経営者としてね、例えば麻雀店を経営してました。麻雀ができない人を採用することもあったんですけども、麻雀ができない人のできる作業って本当に少ないんですよ。そして社内で格差も生まれて、結局辞めざるを得なくなっちゃうんですよね。社員同士のいさかいが起きるんですよ。あとは麻雀ができる人を採用してきた場合と、できない人を採用してきた場合、できる人ができない人に教えないといけないっていう負荷がかかりますんで、たまたま能力がある人っていうのが一番働かされる羽目になって、能力のない人は働かない、むしろ教育を受けてるのに給料ももらえるっていう風な形になっちゃうんですよね。まあ、そうするとやっぱり社内はガタガタになって、組織の統治力を疑われて有能な人から去っていくっていうことが起きるんですよね。で、こういうことを考えると、残業しなければパフォーマンスが出ないのは誰の責任なのかなっていう風に考えることもできるんですよ。人には能力差がありますから、8時間分の作業が10時間かかっちゃう人もいる、でも8時間の作業が6時間でできちゃう人もいる、こういう個人差が生まれます。その時に会社としてはどういうふうになるかっていうと、早く終わった人は遅れている人を手伝ってあげてねみたいなね、そういうふうな家族論、ファミリー論で、助け合いみたいな言葉をね、やっぱり美化して話すんですよ。でも6時間で終わった人って、6時間で終わって段取りよくね、自分の頭を使って、そしてものすごくね、作業効率を高めてやったわけなんですよ。でもこっちの人はそうではないんです。だから作業が、差が生まれてるんですよね。じゃあ本来この人は8時間でやることを6時間っていうふうに効率よく、本当に表彰したいぐらいなのに、この人にね、特別ボーナスでもあげたいぐらいなのに、できてない人が全体の利益や効率を毀損してるから、そこのケツを取らされてるわけなんですよね。で、そう考えるに至るわけなんですよ、すぐに。有能なわけですから。でも、能力の低い人っていうのは、
自分は一生懸命やってるのに、こんな誰もこなせないような仕事を与えられて負担だとしか感じないんですよね。で、手伝ってもらうことに対してありがとうとは思うんですけども、手伝ってもらって当然だになるわけですよね。いや、これは私の仕事なんで、タイムカードを押した後でもちゃんとやりますよっていうふうにお話すること多分あると思うんですよ。まあ、こういうのを現場で見ていたり、私の狭い現場で見ていてね、他の世界に他の常識があると思いますから、全部がこうだとは言いませんよ。で、そういうのを見ていて、私が一つの結論めいたものに達しました。能力の高い人ほど能力の低い人に使い倒される、奴隷化されるってことなんですよ。これ通常逆に思ってますよね。能力の低い人ってのは奴隷労働とかね、なんていうんですかね、ブラック労働させられてるっていうふうに被害妄想で思いますけども、非常にきつい言い方になりますけども、実はね、あれこれできる人の方があれこれ頼まれて、本来自分の仕事ではないことまでやらされる。しかも自分で8時間やらなければならない仕事が6時間で終わった。2時間を自分で稼いだのに、その2時間を搾取されるわけですよ、能力のない人に。で、それが会社の中だけであったらまだしも、会社の外でも同じなんですよね。高額納税者は税金をあんまり払わない人の生活まで担保されてるわけなんですよ。もちろんこの日本の社会構造っていうのはそれを前提にできてますから、特に不満はないんですよ。能力の高い人っていうのは包容力もありますから、遅れてる人をね、手伝ってあげたいって気持ちが内側から出るんだと思います。ただやっぱりね、そうなるとね、頑張れば頑張るほど負担が増えるっていうこの社会構造っていうのは、頑張る人を減らす構造にもなるんですよね。そしてサボればサボるほど恩恵が受けれるってことに、気づいてしまう人がいるっていうのはちょっと辛いことだなと思います。ただその中でもね、一生懸命働いて報われない人もいるんですよね。で、そういう方も一緒くたにするべきではないと思いますけども、なんかね、そのサボればサボるほど得をするような形ってのはどっかいびつに感じるところもあるのかなと思いますよね。ちなみに今官僚の方ってむちゃくちゃオーバーワークしていて、月間300時間働いてるそうですね。で、もう当然家に帰るのが深夜の3時とか4時とかになるんで、タクシーで帰るんですけども、その官僚の人を自宅に送りするタクシー代がなんとね、220億円も使われてるらしいんですよ。これ官僚の方が残業しなければいらないお金なんですよね。で、官僚の方がなんでそこまで残業しなければならないかっていうと、閣僚、いわゆるね、大臣の方の指示とか、それから今言われてるね、デジタル化が進んでないおかげなんですよ。全ての書類をね、紙で持ってこいって言われるわけですよ。メールで添付して送ればいいのに。それから説明に来いっていうふうにしてね、面談をさせられるんですよ。それもメールで送ればいいのに。こういうふうに IT リテラシーのない方ね、いわゆるパソコンが使えない方、パソコンでもう40年前から出てるわけですから、今70歳の人でも40年前は30歳でしょ。その頃やればよかったんですよ。それを40年間も放置していたのを、今度は若い世代にツケを回してるってことがここでも伺えるなと私は思うんですけどね。まあどうなんでしょうね、今の労働基準監督署のその基準っていうのも、工場勤務を軸にして作られたものですから、今みたいなね、サービス業がほとんどになってしまった世の中にはもう向かないんじゃないかなと思いますね。こういうふうに今思ったわけですけども、私の考えもね、あっち行ったりこっち行ったりしてますんで、明日にはまた意見が変わるかもしれません。どうなんでしょうね、本当はね。ということで、いってらっしゃい。